皆さんこんにちは。ご紹介いただきましたカバヤマでございます。土曜日の大変お天気のいい日にこんな暗いところへおいでいただきましてありがとうございます。もう2週間もすると多分この裏というか表というか千鳥ヶ淵の淵には桜が咲きまして一日何十万人の方がお越しになるというまあそれその時期でなくてよかったかなと。 安心いたしております、えー、歴史から見たルネサンスというタイトルをいただきましたけれどもいろいろな見方がありますが、えー、今日は時間も限られているということもありまして、えー、こんなことでもって考えてみたいと思っております、えー、ルネサンスの時代に言語言葉の状況がどういうことだったかということを通してできれば現在の私たちの状況を考えてみたいというのが今日のお話の趣旨でございます、えー、先ほど今道先生のお話にもありましたが、えー、母語 母の言葉と書いて母語といい母国語とは絶対言うなとおっしゃいましたのでえ私も同じことを申し上げますが母語母の言葉マザータングといいますが母語を大事にしようしかし母語を通して他の言語との間の関係も考えようとそのことが結果として母語を大事にしかつ私たちが今の現在と歴史と全体を受け止めるための重要な鍵になるだろうという趣旨のことをお話になりましたが。 私も全く同感でございまして、まあ、そのことをルネサンスを通して少し考えてみたいというのが今日の趣旨でございます。えー、ルネサンスの時代には様々な言語、言葉が行きかい、まあ、言うならば一種の共演の状態、歌詣の状態になったのだということを申し上げたいのですが、それに先立ちまして一言、このことを考える糸口を申し上げなければなりません。お願いします。 ご承知ののり、り私たちは、はでもなく多く多日日本本人は生まままれててから日本語を使ってまいりました。しかしごく当たり前のもう自明の理として私たちは今の日本語をごく普通に使っているつもりなのですがでもこの現在の日本語現在の言語が必ずしも安心できる状態ではないなというのは多くの人々が多くの方々が時折語ってきたとおりだと思います。 えー、早い話がよく言われます通りに、日本語の乱れという、まあ、そういう側面があります、えー。乱れて困ったもんだということでありまして、これは、いや、乱れて勝手にそれでいいじゃないかという考えもあり、また、もっともっと本来の日本語の美しさを保つべきだという考え方もある、いろいろあるでしょうけれども、でも結果として、やはり現在、私たちが使っております言語、日本語が、必ずしも安心できる状態にはないと。 このことは多くの人々が多分一致するとこだろうまず漢字が書けなくなっているということもあるだろう人のこと言いません私たちも、えー、普段機械で書くものだからさあいざとなるとあの「共演」という字が書けなくて <laughs> 先ほどは何の共演は機械で書きましたさあ上は、うん、下は食べるという字だけで上は同時だったっけなとこうなりますが今日だったらまだいいんですが憂鬱なんとなると。 えー、どうにも書きようがなくてぐちょぐちょぐちょっとしといて後で機械で書きますがこういう漢字が書けないという側面だけではなくて言語そのもの言葉そのものを共通のものとして正確に使おうではないかという合意もずいぶんと危うくなってまいりました。まああのえー、子どもたちがあるいは小中学生が使っている言葉あるいは若い大学生が使っている言葉はもう日本語とはとても思えないじゃないかという人もいます。 いろいろな言葉が可能性を発揮するのは決して悪いことではありませんがでも日本語としてのアイデンティティをもう少しきちんとしなければいけないというこの主張にも確かに聞くべきところがありますでも問題はそれだけではありません私たちの周辺では今日本語とは違った言葉例えば最も代表的には英語が我が国でも例えば えー、新聞の市場でもあるいは通常の日常現場でもカタカナ言葉として通用するようになりましたしまたそれだけではなくて私たちが外国にものを言う時にはもう日本語ではなくて下手であるけれども英語でもって表現しないと相手に対して伝わらないというその英語が今や日本語よりもはるかに重要な地位を国内でも持ち始めているということ。 そしてどうも文部科学省の指導要領によれば小学校でも間もなく英語の教育が始まるというこの英語の優位といいますか優越というかこれと日本語との関係は一体どうなるんだろうかあるいはさらにしばしばもう私たちが通常生活している空間の中でも日本語以外の言葉が出回っていますね早い話が居酒屋さんに行きますとあらましい注文を取りに来る えー、女性はは日本人ではなかったりする、えー、なかなか上手な日本語を使いますがしかし一旦た場にというか、えー、厨房に帰ってみると中華屋さんのお嬢さんなどはそこでは中国語でもって会話をしている、えー、この辺でもでもそうなんですが行き違ってハッと通り過ぎた人たちが実は日本語ではなくて韓国語かあるいは中国語かあるいはそうではなくてインドネシア語かと思われることは いろいろな言葉でもって話しているつまりその多,多言語状態とでも言うのかないろいろな言葉が話されているという、まあ、そういう言語状態というのが日本でどんどん進行してきています。こ,のこうした変化あるいは環境は多分私たち日本人が長らくにわたって日本語を使ってきた2000年以上にわたって使ってきたその経験とは全く違った新しい状況を私たちに指し示しているかもしれません。 これは嫌で嫌だと言っても始まるものではないもう英語なんか嫌だからもう、えー、全部日本語でやるんだと言って済む話ではありませんしまた日本語を使わない人は出ていけないのというこんな理屈を言って始まる話でもありません新しい言葉の状況にどうやって私たちは付き合いながらでもその中でもって日本語の適切な使い方をもそこで発見することができるだろうか今日明日に始まる話ではありませんが でも今後21世紀私たち日本人はこの日本語をどうやって適正にしかも実り豊かな言語として確保しながらなお英語をはじめとする外国語とも巧みにつき合っていくこういう方向を見つけることができるかどうかこれは大変大きな宿題になってまいりました。私ども,もうこの年齢でですすととあは人に任せりゃいいやって感じですが でも、若い方々にとってあるいは次の世代にとってはこの問題が多分非常に大きな宿題として肩にのしかかってくるだろう。偉そうなこと言っておりますけれども私にはわからないけれどもさてこの問題を少し話をずらしながらルネサンスで考えたらどうなるだろうそこからいくつものヒントがあるのではないかと日頃から考えてまいりました。 ルネッサンス諸言語のさまざまな言語の共演と申し上げたのは、そのルネッサンスの時代にさまざまな言語が生き返りながら、でもその中からイタリアのフィレンツェルネッサンスの人々は自分たちの言葉の感覚や言語の発想方法を見つけていったと思います。次お願いします。いくつかの側面があります。一つはこのダンテフォーラムの大きなテーマでございますが。 ダンテが新曲を書きました今でもなく14世紀のこのダンテの新曲は先ほどの今道先生のお話にもありました通りです、えー、イタリア語で書かれました正確にはトスカーナ方言で書かれましたそれまで必ずしもダンテ以前に同じような試みをした人がいなかったわけではありませんけれどもしかし因文で詩でしかも自ら現在的な現代的な感覚を その言葉に投影しながら、自分の国の言葉、普通の人々が日常的に使っている言葉を洗練しながら、今度トスカーナ方言で新曲を書きました。これは現在でもイタリア語の歴史にとって大きな記念碑と言わなければなりません。でもそのことはですね、そのことと同時に彼ダンテはこの新曲を書いた後に。 すでに以前から構想を持っていたようですけれども、えー、俗語論論という論文を書きます最終的には完結しませんでしたけれどもこの「俗語論」というこの論文は文字通り見て字を見てその通りであります。俗語この場合の俗語っていうのは俗っぽい言葉という意味ではありません。そうではなくて通常それまでいわば雅の言葉として あるいは知的世界の言葉として使われてきたラテン語ではなくてそのラテン語からさまざまな形でもって崩れていってやがては人々の日常的な言葉になった言語この場合ダンテの場合はイタリア語であります。もちろんイタリア語もあるいはフランス語もドイツ語もその他つまり通常の人々が世俗的に使っている言葉について考えてみようと。 ダンテはそのように考え、自ら自分で新曲を、自分の言葉、つまりトスカーナ語、イタリア語トスカーナ方言で書いたそのダンテが、さあ俗語について、その意味とか、それがどのような表現力を持てるかということについて考えてみました。大変皮肉なことに、この俗語を論じたこの論文は、俗語では書かれませんでした。なんだかどうなっちゃうのかなという感じがしますが、ラテン語で書きました。 なぜラテン語で書いたかといえば、まあ、書きやすかったということももちろんあるんでしょうがなぜラテン語で書いたかといえば実はこの俗語論は基本的にはイタリア語論でありますイタリア語について論じた論文でありダンテによれば、まあ、おそらく当時の人々の常識によればイタリア語にはあらまし14個の方言があるこれは16だとか18だということはもちろん可能ですが、まあ、当時ほぼ 当時の人々が使っていた分類法に従えば、14個の方言がある。トスカーナ方言というのは、その一つにすぎません。新曲を書くのに使われたトスカーナ方言は、その一つ。残り13個があり、それは例えばベネチア方言とか、あるいはボローニア方言とか、ナポリ方言とか、まあ、こういうことになります。それぞれが少しずつ語彙の形 ボキャブ以来の形や、あるいはその表現方法といいますかあるいはレトリックといいますか、えー、についても多少少しずつ違いあるいはその発音方法、まあ、音韻論といいますか音韻方法も少しずつ違って結果としてイタリア語に,イタリアには14個の当時方言があったということになりなんてその一つ一つについて「何々語」は「何々方言」は非常に力強いが少し荒っぽいとか。 いいろろに彼なりの方法でもってそれぞれの方言の特徴を記述づいてしました。フィレンツェ生まれトスカーナ方言で新曲を書いたダンテではありましたけれども彼の好みから言うと言葉として方言として一様の宣伝を受けておりしかもできれば全イタリア人が共通に使うことも考えながらどれがいいかと選んでみると。 ボローニアフィレンツェよりも少し北側にありますロンバルディア平原の町でありますがボローニア平原のこのボローニア方言がまあ一番いいかなというぐらいの結論でありますがもちろん言いまでもなくそれぞれの方言はそれぞれの地方の文化に即しているとこう考える。ラテン語で書いたのはそのようにそれぞれの言葉を言うならばこう遠い位置に置きながら その中でもって選び取ってみようと、こう考えたのでありました。さて、このようにしてイタリア方言が、ともかくもそれぞれの地方ごとに出来上がって確立していった。それはほぼダンテの時代からルネサンスの時代にかけての200年ほどの間のことでありました。次お願いします。えー、このダンテ、えー、印刷された刊行物でありまして、15世紀の末、ベネチアの、 アルドス・マルティウスという印刷人が、えー、印刷しましたものでありまして、えー、おそらく最も美しい印刷物だと今でも言われておりますけれども、まあ、これは、えー、インフェルの,あの地獄編の一番最初の部分でございますのでよく今道先生があの朗唱される部分でありました次お願いしますところが同じようにこのルネッサンスの時代に母語としてのイタリア語を それぞれの方法でもって洗練しようという人々がいたと同時にそれに並行してラテン語そのものについても実はその当時使われていたラテン語についてもう少しこれを見直そうではないかという機運が起こってきますつまりそれまであるいはその当時使われていたラテン語は決してあの過去に千何百年前にローマ帝国のローマ市民たちが使っていたラテン語と同じではないと。 このことを当時の人々は感づき始めましたラテン語ラテン語と私たちは申しますが千何百年にわたって同じラテン語が使われていたわけではありませんローマ帝国時代に極めて高度に発達し人々がたくさんでみんなで使ったという意味での発達とラテン語の表現力詩や三分野といったものの表現力全体が洗練されていった結果としてのあの時代のラテン語と ダンテ時代のラテン語はは同じででありまませんしした次お願いします例えばポジト・ブラッチョ・リリーというイタリアルネッサンス時代の人文学者はその当時伝,伝来伝達されていたラテン語のテキスト以外にもっと本物のローマ時代のラテン語があったはずだと言いローマ時代の写本をあちこち探し求めました。本人はあちこちこで見つけ その結果として当時人々が普通にラテン語と言っていたものとは違うはるかに言語表現が豊かでしかも香り高い言語があったのだということを現物でもって現にあった写本でもって指し示そうと考えました実は私は中世史家なんですが中世史家として中世のテキストを読んでおりますと 私たちは普通最初に習ったローマ時代のラテン語と大変違うということに気がつきます。もちろん千年も同じ言葉を使われるわけではありませんから当然表現方法も違っており、まあ、こう申してもなんだけれども表現は平面に平らかになったけれどもその分だけ貧しくなったと言っても差し支えありません。多分ポンチョオラチュルーニーをはじめとして人文学者たちは古代のテキストを読み始めてみると 今の中世以来続いてきたラテン語はいかにも表現力に乏しいと、もう一度ラテン語の本来の姿を取り戻そうではないかとこう考えた。次お願いします。キケロの弁論もしくは雄弁についてという論文がありますけれども、これはですね、えー、写本としては受け継がれておりましたから、ヨーロッパ人知らなかったわけではありませんが、今一度このキケロの時代のこのラテン語を受け,受け入れて。 一度もう一度それに並ぶではないかという機運が高まりこのキケロの「弁論」うんゆ「ゆうべ」についてのテキストは年イタリアで刊行された最活版印,印刷はグテンベルクが1450年頃に聖書を、えー、印刷するところから始まりましたがイタリアには約15年ほど経って伝達され最初に刷られたのは実は聖書ではなくて なんとキキケロの弁論キケロロのの弁弁論論英雄でありました当時の人々にとってはまず何よりもキケロをはじめとする古典の時代の適切な高雅な優雅なラテン語を復活取り戻そうではないかという強い気運を共有していたことになります。